グリモアとは、魔法陣や召喚呪文などの書かれた魔法使いには欠かせない書物のことだ。初めてグリモアを手にしたのはあの塔でだった。銀の生態の塔、漆黒の森を抜けた辺境に今では有名になってしまったその塔はある。あの場所で過ごしたとても長い5日間を私は生涯忘れることができないだろう。私はリレ・ブラウン、その塔にある魔法学校の生徒だった。良い星回りじゃ。待っておったよ、リレ・ブラウ君。ドラゴンに乗るのは初めてかね。この辺境に至る道は険しいので仕方があるまい。ドラゴンの恐ろしさよりも興奮で胸が張り裂けそうです。魔王退治で高名なあなた様に招かれるなんて感激です、ガンメルドラスク様。この塔がいかなる場所か君は知っていよう。各地から才能のある子供が選ばれ招かれる。我ら年老いた魔法使いの後継者となるべく知識を学ぶために。では私をあなた様のお弟子に？そんなに肩に力を入れずともよい。ここでは生徒と先生じゃ。単に先生と呼びなさい。良き教師として君を導けるよう努めよう。本当に夢のようです。ここには高名な魔法使いの先生方がおる。好きな先生について勉強に励むがよいじゃろう。講義は君たちが望んだ時に行われる。何事もせいてはいかんのでな。では君の部屋担当の世話役を紹介しておこう。ガフだよ、よろしくな。かわいい。エルフですね。私見るのは初めてです。かわいいだって？そんなの嬉しくもない。オイラを形容するならかっこいいだ。ほら。ええ、かっこいい。私はリレ・ブラウン。ともかくよろしくね。明日からおいおいここに慣れるといい。彼に君の資質を準備させておいた。まずは長旅の疲れを落としたまえ。はい先生、明日からよろしくお願いします。では失礼します。ああそうじゃ、もう一つ言っておかねばな。夜は絶対に部屋から出てはいかんぞ。ようこそ。あなたが新入生ですわね。はい、リレ・ブラウと言います。着いたばっかりです。よろしくお願いします。あらら、固くならないでくださいな。実は私もまだここへ来て半年なのですわ。私はマルガリタ・フローズ。頭の上のこの子はスカイマのシャーリーよ。よかった、同じくらいの年の子がいて。こんな遠くに一人っきりで少し不安だったの。じゃあ今から友達になりましょうね。部屋に荷物運ぶんでしょ？手伝いますわ。うん、ありがとうマルガリタ。あなたの部屋、私が前いた部屋なんだけど、床板が新品のくせにちょっときしむんですの。あなたも先生に文句言って早めに部屋を変えてもらった方がいいですわ。でも私、自分だけの部屋って初めてなの。どんな部屋でも嬉しいわ。そう？でも絶対文句言った方がいいですわ。どうせそこら中部屋は余ってるんだから。確かにどこを見ても通路と扉だらけで、すぐに迷ってしまいそう。あなた南部の方からいらしたのでしょ？町が賑やかで楽しいって聞いていますわ。私の家は田舎だし、面倒を見なくちゃいけない弟が3人いて、町には行ったことがないの。そういうあなたはどこから来たの？辺境によくある保守的な町ですわ。
危ないところをガンメル先生に救い出されたのです。ここは退屈で寂れたところだけれど、火炙りにされる心配がないからいいですわ。そうだったの。ここを卒業して名の知れた魔法使いになれたら王宮にも出入りできるそうだし玉の輿もあるかもです私も頑張ろう。弟たちのためにも立派な魔法使いになって帰らなきゃ。おい、どこ行くんだよリレー。え、ちょっと夜風に当たろうかと思って。はあ、先生が出るなと言ったことを忘れているな。お前意外と早死にするタイプだ。この塔では夜に恐ろしい魔女の霊が廊下を歩き回ることがあるんだ。そうだな、あれは今夜みたいに静かな夜だった。ある男がそこの廊下で魔女に会ったのは。どうなったの。魔女に連れて行かれちまったんだ。ここの先生方もその霊には手を出せなかった。ここからが怖いところさ。そいつは3日後そこの廊下で無残な姿で見つかったんだ。なんとその顔は親だって見分けられないほど。誰かしら。まさか魔女の霊。開けて開けて早く。あれはマルガリタの声だわ。大変。ひどい目に遭いましたわ。魔女の霊にもう少しで見つかるところでした。お前も長生きしそうにないタイプだな。きっと魔女に捕まるまでわからないのさ。ほっといてよチビ君。夜の散歩をしたい時もあるでしょ。何にせよ無事でよかったわ。でもそんなに危ない幽霊なら先生たちがどうしてやっつけてはくれないのかしらね。なかなか寝ないで悪さばかりしている子供相手にはちょうどいいよ。気配が消えましたぞ。魔女はもう行ったようです。本当に？じゃあ行きましょう。突然ごめんねリレー、助かりましたわ。私夜の散歩はやめておく。あなたも気をつけて。その方がいいわ。ありがとう。そうしますわ。まっすぐ自分の部屋に帰って寝ますとも。はあ、寝不足だわ。よし。罠を取り巻く世界には特別なルールがあることを学ぶと同時に、魔法使いはそれらを正しく扱う技術を鍛錬せねばなるまい。魔法は超自然的な力に働きかける方法を指す。その手段として精霊の力を用いるのじゃ。森に住む小柄なエルフは精霊の中でも特に人間に友好的じゃ。彼らは気まぐれで悪さをすることもあるが、良い隣人と呼ばれ古くから親しまれている。まず彼らの力を借りることが魔法使いとしての第一歩となろう。では奥の扉へ。実際に魔法を使ってみよう。勤勉なエルフたちの中に魔法使いへの協力を惜しむ者はいまい。よろしくエルフの友人。クリスタルは魔力の源、マナの結晶した物質。エルフたちがマナを取り出して魔法陣へと運べば、魔法使い自身の魔力となるのじゃ。さあ彼らにお願いしてみたまえ。運び先の魔法陣さえ教えてくれたら、クリスタルからマナを運んでおくよ。もういいだろバティド、僕に構わないでくれ。
どうしちまったんだよ。おかしいぜハイラム。まるで顔色の悪いあの魔女先生に生き血と一緒に魂を抜かれでもしたみたいだ。もう一度言ってみろ。どの口がオパールネラ先生を貶めたのか。えらく入れ込んでるじゃないか。あ、誰だ。すみません、立ち聞きする気はなかったんですが。マルガリタが言っていた新しく来た生徒だね。確か名前はリレ・ブラウ。あ、はい、そうです。あなた方は。僕はハイラム・グリーン、ここの生徒です。どうせそいつもすぐにいなくなるよ。バーティド、そんな言い方はないだろう。そんなに怖がらなくても大丈夫。ここに来た生徒で言いつけを守らなくて行方知れずになるやつがたまにいるものだから。魔女の霊のことですか。彼女も問題の一つだけど、他にもいろいろとね。最も危険なのは知らない扉を開けること。この塔は世界を恐怖させたあの魔王の居城だったんだ。人の行き来しない閉ざされた奥の部屋には未だに彼の魔法がかかった部屋がある。好奇心でうろついたりしない方がいいぞ。まあ忠告しても無駄だろうけどな。すべきでないことをしでかして悔やむ姿が目に浮かぶようだ。僕のことを指して言っているのかい。確かに今の僕は普通じゃないな。魔王の霊でも呼び出してやりたい気分だ。すまないが、そろそろ失礼させてもらおう。ようこそ、そしてよろしく、リレ。こちらこそ。お前さ、俺とどこかで会っていないか。そんなはずはないな、忘れてくれ。そろそろシャルトリューズ先生の実験を手伝いに戻らないと。じゃあな。ああ、そうだ。俺の名はバティド・バランタイン。こっちは覚えておけ。何よ、感じ悪いわね、あいつ。くだわ。それでは今日はフェアリーたちの力を借りる魔法を教えよう。フェアリーは空を自由に飛び回り、床や壁を気にせず自由に行き来できる。エルフラと違い、彼女たちは実に奔放で扱いづらいと来ておる。だがうまく刺激できるなら、彼女らの魔法の弓は魔法使いにとってとても頼りになるじゃろう。あらまあ、ずいぶんな言い草じゃない。それってわがままってこと。お前たち勝手に出てきたな。うん、仕方があるまい。では実践してもらおう、リレ君。あなたが魔法使いなの？大丈夫かな。辺りには敵対する魔物がおるが心配はいらん。フェアリーの弓は強力じゃ。さあ恐れずに導いてごらん。ずっと下のフロアに仲間が待っておる。クリスタルからマナを集めるためにはクリスタルを支配下に置かねばならない。エルフに指示してクリスタルを妖精の茂みで覆わせるのじゃ。さあ僕たちのクリスタルになったよ。魔法陣にマナを運べばいいのかな。ん？フェアリーリングの魔法陣でフェアリーを呼び出すためにはマナを使って魔法陣を一段階強化せねばならん。やってみなさい。十分にフェアリーを呼び出して部屋にいる魔物たちをすべて追い払ってみたまえ。気をつけなさい。妖精たちはあまりやられると気を失って精霊の世界に帰ってしまうぞ。こんにちは。私リレブラウです。あなたも魔法使い見習いですか。アマレットよ。そうね、2ヶ月前からここの生徒をしているわ。私2日前に塔に着いたばかりなんです。これからよろしくお願いしますね。
とても健常な肉体。あ、深い意味はないのよ。その笑顔好きだわ。触ってもいい？え？いいですけど。そう誰でも魅了して回るもんじゃありませんよ。ごきげんよう、いたずら者のおじさま。いつまで私について回るのかしら。用があるならはっきりおっしゃってはどうです？いやはや、あれ以来あなたの具合はどうか。私が知りたがっているのはそれなんですよ。そのおつむから細い暗夜に至るまで、肉体の奥はどんな気分でしょうね。見ているだけで猫じみた欲情を催します。我慢という徳目は私の属性にないわけで。やめてください。彼女は嫌がっているわ。出しゃばる女から食い散らかされるのは常だ。そのやぼったい魂を背徳の池に沈めてやろうか。そうやだ、これはいけない。許してくれたまえ。魂のことは田舎風だと訂正しておきます。ほっといてください。あなたは新入生ですね。私は黒魔術の教師、アドボカートです。え、先生でいらしたんですか？教師だけれど敬意が必要かどうかは疑問ですね。何者か説明なさった方がよろしいのでは？お望みなら。あなた方が罪とか破壊だとか、要は悪と呼ぶ全てが私の領分になりますな。平たく言えば、詰まるところ悪魔なのです。悪魔って、あの角があって馬の蹄の。今時は流行りませんよ。ああいった下級の輩と比べられては立つ瀬がありません。それにしても無粋な連れだ。アマレット嬢、今日もそがれたので出直すことにいたしますよ。言い寄られて困っていたの。あなたのおかげで助かったわ。お礼をさせて。ああ、いえ、そんな。勤勉だね、リレ君。もちろんです、先生。私は家族のためにも、どうしても魔法使いにならねばなりません。その無鉄砲な情熱は若さだけの特権じゃ。だが先は長い。かけてばかりではいられまいよ。でも心がせいて落ち着きません。なんだか学ばずにはいられないのです。いや、笑ってすまなんだ。満足するまで教えよ。ここは学校じゃ。学校に悪魔の先生がいるなんて驚かされましたわ。彼のことか。まあ普通は仰天するじゃろうな。だがこれ以上の先生はおるまいて。悪魔に黒魔術を教わるなんて画期的だとは思わんかね。でも悪魔なんですよね。ここでは彼も悪さはできん。紳士を気取った少し変わり者の先生に過ぎんよ。それに風体の変わったというなら他にもおる。いやいや、そりゃそのうちわかるじゃろう。では早速実践に入ろうかの。今日は精霊や魔物から身を守る術を教えよう。タリスマンは妖精たちの聖域を宣言する。精霊の力が宝石に働き、その力で周囲を守護するのじゃ。さあ、自分の魔法陣を守りながら私の魔法陣を壊して封じてみたまえ。なかなか飲み込みの早い生徒じゃ。明日はオパールネラ先生に教わるといい。ああ、新入生だね。驚かしてしまったようだ。錬金術の講師をしている
シャルトリューズです。ライオンの先生、かぶり物でなくて本物の？高度な変身の技法です。そう滅多にお目にかかれるものではありませんよ。そうよ、シャルトリューズは美しい青年だったけれど、今は惨めな獣。オパールネラ先生、容姿は本質を見据えるものに意味はないのです。山に降りしいた雪のようなあなたのあの肌、私には大切だわ。見ての通り今は全身毛むじゃらです。あなたの求めるものではありません。あの象牙の人形のようにほっそりとした体、輝くような柔らかな金髪、このゴワゴワとした硬い毛と筋肉質な猫背、どれもあなたの求めるものではない。あなたが拒むからです。この愛を受け入れればその呪いも解けるというのに。いいえ、呪いを解くより研究の邪魔をやめていただく方がよほどありがたい。それに憎んだり愛したりなどしている暇は私にない。それは命を無限に流れても変わらないのです。嘘つき、あの小娘とはそうでないでしょ。アマレットのことなら見当違いと言っておきます。あなたが邪推するような関係ではありません。しらじらしい、諦めたと思わないで。私はたとえ死を目の前にしてもあなたを思い切ることはできないのよ。先生、私お邪魔のようなのでこれで失礼いたします。はあ、びっくりした。悪魔にライオンの先生、それにアンナ先生まで。ここは本当に変わった人だらけだわ。どんな新入りかと思えばお前がリレブラウね。何も言わず昨日見たことは速やかに忘れなさい。いいですね。では講義を始めましょう。降霊術は魔法の中でも神聖でありながら闇の砲術の部類に入る。それは恐ろしい死を扱いながら同時に神の奇跡である純然たる魂と精神に触れる術だからです。霊はまるで幻のようで触れることはできない。それはアストラルと呼ばれる特殊な存在で、この世にあってこの世の物質ではないからです。霊に襲われたならアストラルに影響する力で対抗せねば太刀打ちできないのです。リレブラウ、ここまではいいですか？はい。つまりアストラルには普通の物理的な攻撃は効かないということですね。また降霊術は悪魔族に優位に作用します。修練で消化した精神は悪魔の恐れる大いなる力の一部と同じ影響を与えるのです。悪魔が人間を堕落の道に引き込めるのは快楽と苦痛を伴う肉体があればこそ。故に肉体のない強い意志は悪魔の苦手となる。恐れず来なさい、彼らに引き合わせましょう。ここでは降霊術以外の魔法陣の使用を禁じます。渡したグリモアを開いてみなさい。希薄な魂たちを刺激して妖精の時と同じくマナを集めさせるのは知っての通り。そうして厳格な騎士の霊を呼び起こすのです。彼らほど頼りになり恐ろしい存在はいない。ちょろちょろしないように。その扉の部屋には危険な魔法陣が敷いてあります。特別に与えたそのグリモアをよく読むのです。そうすればさらに様々な霊との対話ができます。はい先生、一字一句逃さず
頭に入れます。そこにいるのは誰？出てきなさい。お邪魔してますよ、オパールネラ先生。まったく趣味のよろしい部屋で。何の用？悪魔が涼しい顔をして私の部屋をうろつくのは気分のいいものじゃない。お茶をいただきに来たようには見えませんか。あの夫人なら波の不心得者が入り込んでも死神の法要でたちまち虜になるのがオチです。出て行け。ガンメル様の頼みがなければ貴様のような小悪魔とうの昔に浄化している。その目論みは甘いと言わざるを得ません。悪魔の悪知恵に足元を救われますよ。これは何かの冗談ですよね。もちろん。下がりなさい、イレブラウ。アドボカート、侮るな。いや、コウさんです。高齢術とは困ったものです。さすが魔王、魂の器で封ずる資料使い。退散します。血気に流行る若造悪魔でもなければ賢くこちらを選択するでしょうね。魔王の封印にでも用があるのか知らないが、私の魔法陣は決してお前には破れない。嘘がお上手だ。うまくいきますか。世の中は思惑通りに運ぶことなど少ないと来ている。誰かの恋も実ってはいないでしょう。先生、すぐに自室に戻りなさい。分かったわね。ああ、ガフったらどこに行ったのかしら。何なのだろう、このとても嫌な感じ。心に引っかかるような、なんだか胸騒ぎがする。リレブラウか。探しに来たんだ、ちょうどよかった。ん？こんな夜更けに一体何のご用？まったくのんきなやつだ。騒ぎに気づかないのか。誰かがあいつの封印を解いちまったんだ、魔王カルバドスの封印を。先生たちはあいつのいる上の階へ行ったそうだ。魔王の封印、それってもしかして。知ってる、犯人は悪魔のアドボカート先生よ。昨日オパールネラ先生の部屋に忍び込んでた。あの時は追い返したけれど。オパールネラ先生はやられちまった。魔王と一緒に封印されてた悪魔と相打ちになったんだ。え？まさか。なんてこと。アドボカートか。確かにあり得る話だ。それが本当なら先生たちが危ない。俺が先生にその話を伝える。お前はこの先の部屋に行って待っていてくれ。マルガリタがいるはずだ。他の二人も見つけたら声をかけて行くように言う。リレー、20分待っても誰も戻らなければお前たちだけでも逃げるんだ。分かったな。いいか、逃げるんだぞ。リレ、あなたなの。駆け出し二人でなんとかなるのかしら。これは魔王の配下がここにも押し寄せてきてるの。ここを塞がれると逃げ道がなくなっちゃうわ。でも深いですわ。マルガリタ、もうとっくに時間を過ぎてる。バティドは、マルガリタ先に行って、私もすぐに追いかけるから早く。仕方がありませんわ。マルガリタ、どこ？よくやってくれたよ、彼女は。
だがこの部屋にはもういないな。いや、もう塔にいる人間は君で最後になるな。あなたは？ご覧の通り、迷い出た惨めな怨霊。かつては魔王と呼ばれた者の慣れの果てだ。マルガリタ、どうしたの？子供の喉は細くて、指をはわすのにちょうどいい。この骨張った手でも最後の一息まで絞り出せる。恐怖に引きずっているな。無理もない。私に対抗できる魔法使いはもういない。私の首を取った裏切り者、我が盟友ガンメルも葬られた今では、ルジェの弟子もよく働いた。ギムレットを始末し、悪魔の契約を破棄させることができた。賢者の石は再び我が手に戻り、魔法王カルバドスの前に何の危惧もなくなるのだ。再び愚かなオーラを困らせてやることにしよう。まるで現実味がないわ、こんなの。真実を見ぬのもまた己を守る術だが、最後の瞬間には自分の愚かさを理解するのだ。聞きたまえ、諸君の弔いの鐘だ。たった5日前にここへやってきて、こんな目に遭うなんて。リレー。ああ、カフ、別にどこにも行かないわ。そうか、先生が夜出るなと言ったことを忘れるな。この塔では夜に恐ろしい魔女の霊が廊下を歩き回ることがあるんだ。そうだな、あれは今夜みたいに静かな夜だった。ある男がそこの廊下で魔女に会ったの。この話、ここに来た夜にあなたから聞いたわよ。3日後に廊下で見つかったんでしょ。どこで聞いたのさ。オイラまだ話してないよ。だいたい来たのは今日だ。妖精を騙そうだなんて。あれ、私がここへ来たのは5日前じゃ。誰だ、こんな自分に。怖い魔女の霊かな。来たのはマルガリタ？まさか。はあ、ひどい目に遭いましたわ。魔女の霊にもう少しで見つかるところでした。お前も長生きしそうにないタイプだな。魔女に捕まるまでわからないのさ。ほっといてよチビ君、夜の散歩をしたい時もあるでしょ。これは何かの冗談とかじゃないわよね。みんなして私を驚かそうと。さっきからおかしいぞリレー、大丈夫か。気配が消えましたぞ。魔女はもう行ったようです。本当に？じゃあ行きましょう。突然ごめんねリレー、助かりましたわ。ええ、私の方こそぼーっとしちゃって。お互い早く寝た方がいいよね。私も自分のベッドに直行しますわ。ガフ、本当に私今日ここに着いたの？そっちこそ冗談ならあんまり笑えないぜ。
寝ぼけるにも程がある。しっかりしてくれよ。ついて早々不思議な体験じゃな。信じていただけるのですか？にわかには信じがたいが、そんなことはありえぬと否定はできぬ。夢かとも思ったのですが、夢で手に入れたグリモアが手元にあるのです。それにまだ習っていないはずのここに記される魔法を私は使うことができます。塔に来る前に身を置いていた魔法教会で誰かに習ったのではないのかね。魔法陣を教わるのはガンベル先生が初めてです。面白い話ですな。アドボカート、ネズミにでも化けて聞いておったな。あなたのネズミ捕りの絶妙な配置には感心しました。苦しみましたよ。今後はご勘弁願いたい。リレ君、この男は？アドボカート先生については知っています。どうです、彼女のこういった出来事に心当たりがないわけではありますまい。彼女が偽りで騙そうとしているのか、あるいは重度の妄想癖か、確かめてはいかがでしょう。リレ・ブラウン、話が本当なら私のことも存じていますな。悪魔でありながら教鞭を取っておられます。小悪魔どもの大軍を防いだと言いましたね。見せてもらいましょう。なかなかやるじゃないですか。それではこんなのはどうです？そこまでじゃアドボカート、もう彼女の言葉の真偽は判断がつく。これ以上テストを続ける必要はない。私としたことが少し調子に乗ってしまったようです。リレ・ブラウが時間を飛び越えたのだとしたら、私は原因はあれだと思います。そう、賢者の石。石について語るのはやめるのだ、アドボカート。その件はこちらで調べてみよう。あの石を賢者の石と呼んでありがたがある。あなた方はやはり滑稽ですな。いいでしょう、魔王の演者にでも聞かれれば喜ばしくない事態になりかねませんからね。そこじゃ。話で気になるのは魔王の霊の封印が解けてしまうことじゃ。事件の前の晩、オパールネラ先生の部屋に忍び込んでいたのがあなたです、悪魔の先生。これは大変だ。あれが彼女の部屋にあるのを知られていますよ、大賢者先生。魂の器の話はあなた自身が喋って教えてくれたのですわ。何か企んでいるのではないか、アドボカート。カルバドスには関わるなと申したはず。小娘の一言で私をお疑いのようですね。売約済みの魂を漁るほど浅ましく見られるとは。自ら疑いを晴らすのが早道だというなら、一人思い当たるものがいますので調べてみますよ。ガンベル先生、私は信じられません。悪魔の言うことを安易に信じるようではならんが、今の彼の提案を聞き入れるのは問題となるまい。リレ・ブラウン、明日は私のもとに来なさい。悪魔のことをもっと教えてあげましょう。捜査の結果は近いうちに。では失礼。心配はいらん。ここでの彼の仕事は教師じゃ。不安かね？そうじゃ、この五符を渡しておこう。この印は地獄の連中が頭を下げる印じゃよ。別に出さずとも大丈夫なのじゃが、持っていれば少しは安心できよう。わかりました先生、明日はあの先生の講義を受けてみます。正直気乗りはしませんが。さあこうしては折れんぞ。
まだ早いが仕方あるまい。本当にカルバドスに気づかれているのなら大変なことになる。計画を早めねば。その語符をいきなり向けるのはおよしなさい。ずいぶんな悪知恵を授かってきたもんです。取って悔いはしませんよ。乗せるとうまい胡椒やソースがここにあったとしてもです。先生、質問してもよろしいでしょうか。もちろんです。無知な質問で煩わされるのが今の私の仕事だそうです。気にしないでどうぞ。あなたはガンメル先生に刺激されてここに？これはまた群を抜いてつまらない質問ですね。少しのマナで働くああいった下級の輩と比べられては立つ瀬がありません。私ほどの悪魔を自由に刺激できるのは世界に唯一、ソロモン王直筆の小さな鍵というグリモアのみ。それがあればあなたでも魔王になれるでしょう。何せどんな悪魔だろうと召喚できるのです。けれどもそれは私が所蔵しておりますから、誰も命の対価なしに私を使い走りにできません。ではガンメル先生が悪魔に魂を？契約には当然守秘義務も生じますので詳しくは言えませんが、まあお察しの通り。答えに満足しましたか？生徒リレブラン、その黒魔術のグリモアを持ちなさい。講義を始めましょう。特別恐ろしい魔法のね。ドラゴン？私みたいな見習いにあんな怪物。喋っている間にお手手にあるグリモアを開いて、早くあいつらの卵を召喚してはいかがです？ドラゴンというやつは恐ろしいが、途中で卵を落としたりして割れば台無しで。ほら、話している間に私のドラゴンが今にも帰りそうです。かじられないように。あなた本当に黒魔術は初めてですか？驚きましたね。まるでカルバドスのようだ。彼についていろいろ教えていただけませんか？あなたも聞いた通り、関わるなですから。そういえばあの男の弟子ライオン顔の先生は死の封印をどう考えているのですかね。シャルトリューズ先生が魔王の弟子？誰だお前、ここで何してるんだ？ここはシャルトリューズ先生の部屋だぞ。そうか、時間が巻き戻って彼とまだ出会ってはいないんだった。ああ、お前マルガリタが言ってた新入生だろ。名前はリレだかリルだかだ。俺の名前はバティド・バランタインでしょ。へえ、会う前から俺に目をつけてるなんて。なんだよ、気でもあるのか？そんなわけないじゃない。あなたが覚えておけって言ったくせに。あなたこそどうして先生の部屋にいるの？俺は錬金術を専攻してるからな。先生の研究を微力ながらお手伝いしているのさ。バティド君、壊れた蒸留機の片付けを手伝ってもらえますか？おや、君は誰かな？先生、私は新入生のリレブラウです。これは失礼、聞いていますよ。何用かな？個人的に魔法使いカルバドスのことを調べてみようと思い立ちまして、噂で先生がお弟子だったと聞いたものですから、お話を聞けないかと伺いました。お前、出し抜けに失礼なやつだな。錬金術師が知識への欲求を否定はできませんね。そう、あの方は素晴らしい先生でしたよ。ガンメル先生、魔女ルジェと共に3人で賢者の石を作った話は有名でしょう。偉大な方でした。あの恐ろしい悪魔、
ギムレットと契約し魔王と名乗るまでは。最後はご存知の通り、先生をお二方に撃たれました。カルバドスの魂を封印しているそうですね。詳しいですね。契約切れでギムレットが彼の魂を狙っている。守る意味もあるのです。彼がまだ必要なのです。この塔に隠された賢者の石のある部屋は彼しか知らないのだから。あら、皆さんお揃いね。お邪魔でしたかしら。ああ、頃合いですね。奥の部屋で待っていなさい。キメラのせいで少し散らかってはいますが。バティド君、例の準備。すみませんね、リデ君。仕事がありますので、続きはまた次の機会に。参考になりました。ありがとうございます。明日先生の講義を受けてもよろしいですか。もちろんです。お待ちしていますよ。世界は回避することのできない不可侵の法則に支配されている。これが錬金術の真理です。自然が従来有機的に蘇生した生命を我々は結晶させて作り出します。本来これらには数百の物質の調合が不可欠な上、複雑な手順を間違いなく処する必要があります。幸いあなた方は魔法の実験設備の力を借りて、その作業を正確に一元管理できるのです。グリモアには我々の英知の結晶であるその設備を呼び出す魔法陣が書かれています。呼び出した設備でゴーレムやホムンクルスを作り出せるのですね。特にゴーレムは戦うために作られた命です。それゆえに危険で扱いがたいでしょう。注意せねば自分もその炎に巻き込まれますよ。そして錬金術を行うときは悪魔に気を配りなさい。作られた命は神の定めによらないため、悪魔からは脆く御しやすく見えてしまうのです。もう一つ教えておきましょう。自然と不可思議の象徴である妖精たちは人工的な錬金術を苦手としています。それは錬金術の法則に当てはまらない物質はなく、たとえ妖精でも読み解けるからに他ありません。覚えておくといいでしょう。さあ来なさい。早速実験場を案内しよう。まただ、霊たちが入り込んでいる。困った人です、あの方は。もしかしてオパールネラ先生が。少し手伝ってもらえますか。これ以上設備を壊したくはありませんから。あ、角を曲がったのはオパールネラ先生だ。この廊下を来るってことはきっとシャルトリューズ先生に会いに来たんだわ。あの雰囲気は苦手なので隠れよう。やめることなどできません。ガンメル様とルジェ様で極秘に進められていた計画ですよ。成功すれば今は眠らせているギムレットを完全に滅することができると話したでしょう。それがどれほど危険な方法かもお聞きしました。でもなぜ先生が。ルジェ様の一番の門下である私にしかできないのです。危険は承知していたことです。だから最後になるかもしれないからこうして彼に会いに来たというのでしょう。やめてください。そんな計画はやめればいいんです。はい、落ち着きなさい。不測の事態で予定は少し早まりましたが、危険な状態のギムレットを放ってはおけません。あなたは自室に戻り、この話は忘れなさい。秘密は守れるでしょ。いいですね、行きなさい。先生、僕はどうしたらいいんだ。カルバトスの言ってたギムレットを始末したルジェの弟子ってオパールネラ先生のことだわ。でもバティドは先生がギムレットと相打ちになったと言ってたわ。止め
れた方がいいのかな。ギムレットが魔王討伐の時に眠らされたのなら、今になって倒すのはなんでだろう。だいたい魔王の封印を解くのは誰？悪魔先生はうさんくさいけど。ああ、今日はあの夜から3日目。もうすぐ魔王の復活。まさかね。あら、リレじゃない。柱の陰で何をブツブツ言ってるんですの？私の言うことを信じてくれるの、マルガリタ。そう、普通なら笑っちゃうようなお話ですわね。でもあなたの真剣さは嘘とも思えませんわ。ありがとう。なんだかすごく不安なの。明日何もなければいいのだけれど、私も死ぬのは嫌ですわ。先生たちも負けちゃって頼れないようなお話ですし、結局誰かがカルバドスの魂が封印してある器を手にして復活させちゃうってことですもの。ねえリレ、私たちで先回りして封印の器を隠しちゃうっていうのはどうです？あの魔法陣で守られた部屋からどうやって器を探すの？私たちの力では無理よ。オパールネラ先生の得意なのは降霊術。おそらく強力な霊が部屋を守っているはず。霊はあるべきところにあらざるもの。故に自然の摂理の体現者である精霊を恐れるのが常識です。そうね、リレも習いましたでしょ。実は私、前の夜にガンメル先生のところから貸し出し禁止のグリモワを内緒で借りてきたのです。ここに書いてある星の大精霊の魔法陣、二人でなら呼び出せるんじゃないですかしら。今オパールネラ先生は計画とかの準備で部屋を開けていますわ。チャンスじゃありません。早く早く、誰にも見つかっていませんわね。マルガリタ、あれを見て。きっと恐ろしい霊に違いないわ。あれはカロンよ。冥界への渡し船を操る死神の一種ですわ。でも夜明けを告げる明けの明星にどんな夜の住人もかないはしませんわ。さあ、先ほど渡したグリモアを早く開いて、星の大精霊モーニングスターを召喚よ。やったやった、すごいすごい。ここまでうまくいくとは思いませんでしたわ。その魔法陣を私一人で試してみた時はあんまりうまくいきませんでしたのに。それよりなんだかまだ出てきそうな雰囲気よ。早く魂の器を取っていきましょう。誰だ、ここで何をしているんだ。君は確か新入生の。うわ、これはですね、どうしよう。マルガリタ、マルガリタ、どういうつもりだ。その手に持っているのが何か知っているのか。本当に面倒なことになりましたわ。しょうがありませんわね。お願いシャーリー。なんだこれは、毒か。まさか殺したんじゃないでしょうね。お嬢様の言いつけ通り毒は弱めてございます。しばらく起きられはしないでしょう。ですわ。そんな甘いことでは失敗なさいますぞ、お嬢様。魂の器を早く封印を解かねば。封印をどうして。マルガリタ、ごめんなさいね。リレ、本当にごめんなさい。私カルバドス様の仲間なの。あの
魂を助け出すためにこの塔によこされたのですわ。いいえ、それでもダメ。封印を解けばあなたも殺されてしまうわ。話したでしょ。殺しましょう。この者らを救いたいなどと言っているから魔王様の不況を買うのです。そんなのダメよ。やめて、やめてちょうだい。ごめんなさい、ギレ。私、死ぬのが怖い。封印を解かないと村に戻されて火あぶりになるの。うずうずしている時間はありません。早くあの部屋へ。もう一つ許して、ギレ。あなたのお部屋少し散らかしちゃうわ。シャーリー、彼女を眠らせて。ダメ、マルガリッタ。おい、起きるんだ君。大丈夫か？寒い。ここは？目が覚めたか。どうやら僕たちは随分ここで倒れていたようだ。とにかくマルガリタと君のことは先生方に伝える。何をする気だったのか話すんだ。あ、マルガリタから早く魂の器を取り返さないと。あの子、封印を解くって。なんてことだ。先生にすぐ報告しないと。オパールネラ先生は結局この部屋へ戻ってこられなかった。まさか昨日の計画が。ガンメル先生のところへ行こう。オパールネラ先生もいるはず。君も来るんだ。当時どこも魔法陣だらけだわ。前の5日目と同じ結末になるの。カルバドスの封印が解けて、そして今来た道にも何やらいますね。気配がする。仕方がない。戦って道を穿つしかないような。ハイラムさん。面目ない。少しやられたみたいだ。君は先に行け。そんなことできません。今エルフたちを集めて傷を癒しますから。次の手勢が押し寄せてきますよ。それは放置して逃げた方がいいでしょうね。助けてください、アドボカート先生。悪魔に助けを求めるようじゃ世も末でしょう。雲の上のあの人にでも祈ってはいかがです。本性を表したな、悪魔め。さ、先生と来なさい。あなたはこちらですよ。どうかしたのですか、リレブラウ。どうしてハイラムさんを見殺しに。無償で助けてあげたのに失礼ですね。あの青年もどちらにせよ助からないんですよ。まさかみんなは。ああ、死んでしまいましたよ。とても残念です。でもカルバドスがやったのではありません。悪魔、なぜ助けてくれないの。どれは。その名の通り悪魔ですから。ひどいと言われましても困りますね。話せ、ギムレット。私はまだ終わってはいない。賢者の意志さえ取り戻せばまだこれからだ。カルバドス、お前の命はついえ、契約は終わった。この堕落した魂は働きに見合う対価としていただく。助けられたな、メフィストフェレス。あの女の計画をぶち壊したのはお前だろう。その名は有名になりすぎたのでやめたんですよ。今はアドボカートと名乗っています。それと勘違いしていますね。
悪魔同士が仲良く手を取り合っても面白くもないでしょ。オパールネラは勝手に失敗したんです。ガンベルがこの娘の話を聞いて準備を早めたせいで魔法陣が完全ではなかった。そもそもあんな出来損ないの魔法では成功したところで共倒れでしょうがね。愚かしいな。悪魔を完全に滅する魔法だと？世界から全ての汚れをなくそうとでも言うのか？ガンメルドラスク、賭けは私の負けですね。あなたは最後まで私を頼りはしなかった。話しかけてももう聞こえてはおらんぞ。この忌々しい G はもはや私の支配下にある。我が力が完全に戻るまで老いぼれた肉体をよりしろとして食いつぶしてくれよ。何にせよお前が敵に回らないで助かったわ。望み通りにその娘は最後に残した。だがもういいのだろう。私がその娘を喰らうのに文句はあるまいな。助けてお願い。もちろんお好きにしたらいいでしょう。でもそろそろ鐘が鳴る頃ですよ。ほら。鐘が何だと言うんだ。リレブラ、よく考えるのです。いいですか、戻ってどうするのか。よく。アドフォカート先生。悪魔はどこに？おい、突然どうしたんだよ。ここは私の部屋。ガフ、教えて。私がこの塔にいつやってきたのか。今日来たばっかりじゃないか。寝ぼけてるのか。しっかりしてくれよ。また戻ったんだわ。5日目の夜の鐘が鳴る時とこの最初の夜がまるでつながっているみたい。その調子じゃ先生の言いつけも忘れているだろう。この塔では夜に恐ろしい魔女の霊が廊下を歩き回るから部屋から出ないようにでしょ。あれ、知ってたの？誰から聞いたのさ。誰だこんな自分に。怖い魔女の霊かな。ひどい目に遭いましたわ。魔女の霊にもう少しで見つかるところでした。マルガリタ、あなたどうしたのです？怖い顔して。ううん、何でも何でもないの。気配が消えましたぞ。魔女はもう行ったようです。本当に？じゃあ行きましょう。突然ごめんね、リレー。助かりましたわ。月も出てないのに散歩もないだろう。一体何考えてんだか。彼女を問い詰めても解決にはならないわ。考えるのよ、アドボカート先生の言うように。ガンメル先生とオパールネラ先生に相談すれば悪魔を倒す計画が早まってまた失敗しちゃう。アドボカート先生はみんなを助けてはくれないみたいだし、よくわからないわ。シャルトリューズ先生に相談してみよう。ギムレットについて何かわかるかもしれない。リレー、なんか変だぞお前。ベッドはあっちだ。邪魔しないからもう休めな。先生、シャルトリューズ先生いないのかしら。何かしら、
奥の部屋からだわ。いけません、ガンベル先生の助けが必要だ。バスロ君、急いで呼んできてもらえますか。はい、わかりました。誰だお前、もっとこんなことをしてる場合じゃない。水星とレーサーの結合が不安定だった。きっとドラゴンの血の上流が足りなかったに違いない。先生、何をしているのですか。早く逃げなさい。いや、もう間に合わない。そこまで来ている。来なさい、こっちです。実験室の防御陣の方がまだ安全でしょう。居合わせたのが不運と諦めて手伝っていただきます。見なさい、他の機材まで暴走をしている。ゴーレムや人造生命たちが暴れ始めてますね。ますます問題は複雑になった。ガンメル先生が来られるまで持ちそうもありませんよ。なんとかするしかありませんね。なんと、リレ君がキメラを片付けたとは。お話しした通り、リレ君はすでに高いレベルの魔法陣をいくつも操ることができるようです。シャルトリューズ先生の見よう見まねでがむしゃらにやっただけですわ。身を置いていた魔法教会で習ったのかね。ええ、まあそんなところです。教会もわしが思っておるより魔法使いの育成に本腰を入れておるようじゃな。困ったわ、シャルトリューズ先生に相談どころではなくなってしまった。先生、その胸のブローチ随分変わってますね。ん？そうかね。どうしたんだね、やぶから棒に。いや、近づいてはいかんぞ。危険な魔法の品じゃ。あれが眠らされているギムレットに違いないわ。あんなところに。随分散らかってしまったようだ。妖精らに頼んで掃除をさせよう、シャルトリューズ君。いえ、触られると困る機材もありますので、こちらでやりますよ、ガンメル先生。その姿ではいろいろと不具合もあろう。私にその呪いを調べさせてはくれんかね。気になりませんよ、かえって戒めになっています。真理の探求に俗世は無縁だと。死んでからも全くひどいいたずらを。ルジェメ、廊下をふらつくだけでは飽きたないようじゃな。出たくてもこの塔から出られないのです。あの方はまだ石に未練があるのでしょう。うろつく魔女の霊、ガフに聞いた話って魔女ルジェのことだったんだ。しリレって言ったっけ。お前何か隠しているな。俺にはわかるぜ。何よ、そんなのあるわけないでしょ。大丈夫、誰にも言ったりしないって。その代わり少しばかり付き合ってもらうぜ。困ったな。もうついてこないで、まるで監視されているみたいよ。釣れないな。リレは何か使命を帯びている。勘だけど石を探してるんじゃないのかい。石？賢者の石のこと？そうだ、やはり知っていたな。全ての魔法使いが夢見てやまない願いを叶える魔法石がこの塔のどこかに。キャッ！あら？この猫は見覚えがある。アマレットの使い魔ね。飛び出してどうしたの？誰かは知らないが、声が理解できるならシャルトリューズに知らせてくれ。一刻を争う、悪魔に彼女が奪われる前に。アマレットが悪魔に？大変だわ。場所はどこ？この上の階の教室だ。何？なんだ、
お前グリマルキンと話せるのか。それ中級の黒魔法だぜ。お前は一体。あなたはシャルトリューズ先生にアマレットが危ないと伝えて。いい？この上の教室よ。さあ猫さん、彼女の元まで案内して。こんなに湧いてきたの。助けに来たわ。助けられたらいいけど、魔法陣を張るから防いでる間に逃げるのよ。あなたは新入生？随分と惜しいのね。でも囲まれてもう逃げ道はないみたいよ。死ね、ろくでなしども。恥をかかせやがって。ゲヘナでゴミクズと共に焼かれるがいい。私が少しばかり目を離すと、もうこれだ。あなた方にはとんだ粗相をお許しいただきたい。堕落せしめる天使を前にすれば、どんな悪魔も猫じみた欲情を催さずにはいられません。天使？アマレットのこと？そう、常に善をなすあの力の一部です。今我らの好物である肉体に入っておいでですがね。悪魔にはいい迷惑です。むき身のエビを目の前にぶら下げられて食うなですから。実際愚鈍に眠るあいつですら鼻を引くつかせる始末だというのに。ギムレットのことを言っているのね。ほう、面白い。リレブラン、覚えておきましょう。その匂いも心臓の鼓動も。アマレット、体に傷はないかい？恐ろしかったでしょう。私の不注意です。創造主様、証拠りもなくアマレットを狙ってくるアドボカートめ、許せませんね。アドボカート先生が原因ではありません。彼は悪魔たちを追い払い助けてくれました。彼女がいなければ誰も間に合いませんでした。そうです、純潔は彼女の手に守られましたわ。新しく来た生徒ですね。悪魔を信用しないことです。最悪の源泉には違いない。彼が言っていたのは本当なんですか？アマレットが天使だというのは。おしゃべりの悪魔から聞いてしまいましたか。違います、天使というのは誤りですね。正確には天使の霊素に肉体を与えたのです。そうです、彼女は私が作り上げたホムンクルス。彼女は不可侵の神聖な力を源流としながら物理の法則の中にある。まさに究極の生命です。お言葉ですが、106日前の私の生存日以前の記憶はありません。神聖な英知とは無縁ですわ。創造主様がおっしゃるような存在とは思えません。アマレット、慣れない肉体に不安を感じているだけですよ。気にせずとも大丈夫です。あなたはこの地上にある創造物の中で神の作品に勝る唯一の存在なのですよ。創造主様は私に何を求めておられるのです？何も。あなたはそのままで私は満足です。それではどうしてアダムの肋骨からできた誘惑に弱い肉体に私を据えられたのですか？伴侶になれと言われればなりましょう。娘となれと言われれば喜んでなりますのに。そんなことを望んではいませんよ。ああ、私も具現した以上は存在の意義を求めなければなりませんわ。私のせいで魔王の契約する悪魔まで問題を起こそうとしてるならなおのこと。あなたは疲れているんですよ。培養槽に入りなさい、アマレット。少し調整をしましょう。名前はリレ・ブラウでしたね。この話はもちろん誰にも秘密です。約束できますか？はい。
ギムレットを倒す計画が必要になったのはアマレットが眠りを妨げるからだわ。このままではオパールネラ先生が明後日にはギムレットと相打ちになってしまう。今頃マルガリタも魂の器を狙ってるはずだし、それで時間がないっていうのに。バティド、呼び出しておいて、これはどういうことなの？リレー、悪いがまた後で来てくれないか。すぐに片付くだろうけど。やれやれ、まだわからないようですね。私が本気を出せば、こんなものでは済みませんよ。何があったの、バティド？アドボカート先生も生徒に手を挙げるなんて。正当防衛です。彼から暴力を働いた。ただバティド君の秘密を確認しただけなのに。バティドの秘密？黙れ悪魔、お前の言うことなんかデタラメだ。誰も信じはしないさ。荒黒い悪魔の話なんか。そこまで言うならこちらも引けませんね。頭の煮えた猿の相手をするのに拳はいるまい。なんだと悪魔。待て、逃がさないぞ。教師として最後にあなたの腕前を見ましょうか。容赦はしませんから、死んでも後悔しないように。願ったりだ。俺がとっておきの錬金術を持ってるのを知らないな。悪魔め、見て驚けよ。待って、やめなさい。もう何なの、二人とも本気？とんでもない生徒だ、リレブラウ。面白い、こんなに面白いことは久々だよ。絶対、何するんだよリレー。ひどいな、俺の実験機材がめちゃめちゃだ。二人とも頭は冷えた？冷えてないと今度は私の頭が煮えそうよ。こうなった時の覚悟はできてる。好きにしろ。どういうこと？秘密って何なの？つまり彼が隣国のスパイだってことです。くそ、こいつ本当に嫌がった。なんでそんなことわかるんだよ。あなたの喋り、ずいぶん気をつけてはいますが、時々あちら特有の訛りが出ているんですよ。出身は北部だと言っていたので不思議に思いまして、少し調べてみたのです。スパイって、ここの何を調べてるの？魔法？おそらく賢者の石でしょうね。この塔でお宝といえばまずそれです。この塔のどこかにあるあの石を探し出して持ち帰るように言われているのでしょう。もういいだろう、ガンメルに突き出すなら早くしろよ。いいえ、誰にも言いませんよ。まあ悪魔の言うことなので信じる信じないはお任せしますが。今リレにバラしたばっかりじゃないか。そうでしたね。何でしたら契約を交わしたって構いません。悪魔の契約なんてますます信用ならない。ところが悪魔には掟があって、契約を守ればこそ力も発揮できるわけで、契約を破れば奴隷の身なのです。地獄にも法律があるというわけか。リレ君もきっと言わないでしょう。恋する相手を売り渡したくはないでしょうから。そうなのかよ。やっぱりね、俺を見る目がなんだか違うと思っていたら。何言ってるのよ、そんなわけないでしょ。では売り渡すのですか、バティド・バランタインを？私も聞かなかったことにします。ほら見なさい、言った通りでしょう。ギレ・ブラウか。もうどうしてあなたまで来るのよ。お前の使命も手伝ってやろうとしてるんじゃないか。
だから秘密を話してくれたんだろ。相談するんじゃなかったわ。私のは使命じゃなくて魔王の復活を阻止したいだけなの。それにあなたに手伝ってもらってもゴーレムにキメラじゃ大騒ぎで見つかっちゃうわ。それ以前にバレたようだ。オパルネラが来る。どっちにしろ怒られるなら徹底抗戦と行こう。何バカなこと言ってるのよ。先生と戦えるわけないでしょ。大体かなうはずがないわ。そうかな。こっちは二人もいるんだし、不意をつけば追い返すぐらいはできそうだぜ。誰が悪いやつか知らないけど、魂の器を狙ってるやつより先に奪わないといけないんだろ。確かにマルガリタより先に手に入れないと。でも先生に喧嘩を売るなんてめちゃくちゃよ。バティド・バランタイン、すぐに魔法陣を解いて下がりなさい。ミレブラウではないか。随分な新入生の挨拶ね。いずれにしても問題児だわ。シャルトリューズ先生の実験を邪魔するのは罰の対象にならないのですか先生。何を分かりました。いいでしょう。お前たちには今ここで処罰が必要なようです。なんたることです。この私の魔法陣が。まだまだ負けてはいませんが。まだなんか出す気だぞ。そうはいくか。おっと、ちょっとやりすぎだったか。やばい、オーパールネラ先生倒れちまった。あ、どうなんだい先生の具合は。エルフたちのおかげで大丈夫よ。今は眠ってる。命に別状がなくてよかったけど、私たち本当にひどい生徒だわ。不良よ。すまないなリレー、俺のせいだ。後で俺から謝っておくよ。許してはくれないだろうけど。何言ってるのよ。私も同罪。もちろん一緒に謝るわ。こうして魂の器も持っていくんだし。なんだ君たち。先生はどこにいるんです。ハイラム、タイミング悪いなお前。いや先生は無事だから大丈夫だからな。先生に何かあったのか。あいつ寝室へかけていったぞ。今のうちに逃げた方がいいかな。どう思うリレー。逃がさないぞ。何をしたか話せ。そして二人とも叱るべき処罰を受けてもらう。当然受けるさ。だからな、落ち着けって。処罰とは別で僕個人は許せないぞバティド。いってって悪いって。いけすかない先生だけどちょっとやりすぎだった。反省してる。お前たち先生と同じ目に遭わせてやる。ギレも殴るってのかよ。しょうがねえ。悪いな。俺はグリモアを開いているよりこっちの方が得意なんだよ。大丈夫？俺を心配してくれんの？なんだハイラムか。伸びてるだけだ、転がしとけ。バティド、ありがとう。ああ、そうだな。まあ前向きに考えようぜ。二人とも気を失ったから時間を稼げそうだ。明日になったらガンメル先生に取り入って事態を収拾してもらおう。幾分かマシだ。とりあえずお前は誰にも見つからないようその魂の器を持って部屋に隠れたらよ。いいな。オパールネラ先生が目覚めなければ悪魔を倒す計画は実行されない。ギムレットがこのまま目覚めないなら刺激しない方がいいのかもしれない。計画自体も危険なものだったようだし、これでよかったの？
今日は勉強しに行かないのか。いいけど掃除の邪魔すんなよ。バティド、うまくやってくれてるのかな。もう今日は5日目か。よく考えてみると、これでうまくいったとしてもまた時間は戻っちゃうのかしら。アドボカート先生が賢者の石が原因だと言ってたっけ。どこにあるのかわからない石。バディドじゃない、どうしたの。大変だリレー、悪魔たちが集まってきてるんだ。そうしたらガンメルが苦しみだして。オパールネラはまだ意識がないし、シャルトリューズ先生は見つからない。助けてくれる先生がいないんだ。今はガンメル一人で群がる奴らの相手をしてる。悪魔たちがギムレットを目覚めさせようとしているんだ。行きましょう、そんなに甘くはなかったわ。なんだか知らないけど、チャンスね。リレー君、バティド君、君たちだけでも来てくれて嬉しい。だがもう逃げなさい。ガンメル先生、諦めてはダメです。ここには強力な結界がある。そのため召喚のための魔法陣が機能せんのじゃ。連れてきたフェアリーたちだけではとてもしのぎきれん。早くここから立ち去るのじゃ。そういうことなら錬金術はいけそうだ。召喚じゃなくその場で生み出すんだからな。錬金術だけで戦うと、というのかね、悪魔相手では相性も悪い。無理じゃ。やるしかないだろう、ここまで来たら。これじゃキリがない。結界を捨てて下がろう。先生も一緒に来るんだ。バディド君、怪我をしておるじゃないか。わしはもうダメじゃ、置いていくんじゃ。急げ。そんなことはできません先生、私まだお役に立てますわ。さあみんなおいで。イブを誘惑してくれないの。アマレット、ダメよ、何をしているの。まだ間に合ったみたいで嬉しいわ。私が引きつけている間に逃げるのよ。いいわね。ガンメル、おかげで随分と寝坊したようだ。代償としてお前の体をいただく。それで許してやる。地獄の増兵どもよ、かぐわしき供物を置いて控えろ。今お前たちの将は目覚めた。聞いてリレー、私には人として生きていくのに決定的に足りない要素があるの。ホムンクルスがフラスコの外で生きていけない理由を知ってる？持っていないからよ、愛を。それで錬金術師は愛の元素である天使を核に据えたわけか。我らが喜ぶだけとも知らずに。愛を持たない私の存在の意義は今や一つ。そう、私の中にはお前を滅ぼせる天使がいる。神聖に属する者が自殺をしていいのかね。それにわしがお前を自由にさせるはずはない。ホムンクルスはフラスコの中に命があるのよ。実験室も。私のフラスコを壊すのは私の猫。天使め、蝶のように出てきおった。体中が焼ける。悪魔に勝る火だ。地獄の火よりもヒリヒリする。妙だ。それなのにお前のそばを離れたくない。体中が炭のようになっていくのも感じないくらいだ。
使命たぶらかしたな。我ながらため息の出るこの頼りない魔力の衰えはどうだ。お前たちも来るか。わしが弱るのを待っていたかのようにカルバドスめが動き出したぞ。当獣のわしの配下を従えてすぐにここにやってくる気だ。残念だがもう眠くて動けん。なんてこと。魂の器は私の部屋に。畜生、最悪だ。だがただではやられないぞ。アドボカート出てこい。どうせこそこそとその辺で見ているんだろう。本当に失礼な男ですね、あなたは。契約だ。お前の望むものをくれてやる。その代わりやることは分かっているな。バティド、悪魔に魂を売り渡す気？生意気なお前を魂の奴隷として永遠に使いさせるのは少々面白い。バティド・バランタイン、いいでしょう。ではその契約書に己の血で署名したまえ。ダメ、ダメよ。ほらよ悪魔め、気が済んだだろう。よろしい、取り決めはお互いの合意でなされた。契約通りこの娘を救ってやる。今なんて。もう間違いないわ。5日目の鐘で時間が戻る。泣いてなんかいられない。もうあんなことは。おい、突然飛び出してどこに行くんだよ。先生が出るなと言ったことを忘れてるな。忘れてなんかいません。その魔女ルジェの幽霊を探してるのよ。何言ってんだよリレー、正気か。どうなっても知らないからな。あそこにいるのはオパールネラ先生だわ。前にいる幽霊がきっと。隠れて様子を見よう。ではルジェ様、教わった通り準備を進めます。4日後の夜には計画を実行できるはずです。そう、一挙一動、教えた通りにするのです。死を疑えば積み上げた英知の塔を崩しかねない。死の言葉が私の言葉です。ルジェ様の助言を軽んじるわけにはいきません。かわいいわね、オパールネラ。そういえばお前の弟子が言い寄ってきてるそうじゃない。わかってるでしょうが、弟子など愛してはダメ。裏切りの報いを受けるお前の兄弟子を見なさい。ルジェ様の命を奪った当然の報いです。行きなさい、死を尊ぶのを忘れずに。愛しい人、こんなに怯えてかわいそう。あの子もあんなに真面目に聞いちゃって。あれは私が生きてる頃にいじってた魔法だけど、まだ一回も試したことがないのよね。オパールネラは失敗してしまうのですか。さあ、悪魔は倒せるんじゃない。使い手がどうなるかなんて知らないけれど。なあに、まさか文句があるわけないわよね。さあ、あの頃のように可愛がってあげるわ。なんてことだ、
オパールネラ。静かに。ですわ。何やってんのよ、リレー。こっちよ。早く見つかっちゃうわ。あなたこそ夜に歩き回って危ないわ。私はちょっと用が。でも骨折り損でしたわ。どうしてかないのよね。ううん、何でもない。星の精霊のグリモアを取りに行ってたんだわ。本はあの時借りたまま私が持っている。時間が戻ってもグリモアが私の手元にあるならきっと元あったところからは消えるんだ。魔女の霊が来ます。大変。いい、今日のことはお互いに秘密よ。にわかには信じがたいの。ルジェの魔法陣に欠陥があると。先生のお言いつけを聞かずお怒りはもっともです。叱責覚悟で報告したのは事の重大さを考えて。昨夜聞いた魔女ルジェの話は本当なのです。先生の計画をもう一度お調べください。本当なら何としたものか。ところでリレ君、君は計画の詳細を知っておるのかね。悪魔を倒す計画だということは。それは聞き捨てなりませんね。アドボカート、ネズミにでも化けて聞いておったな。一体どういった手口で悪魔を仕留めるのか、私にもじっくりお聞かせ願いたいものですな。お前をどうにかしようというのではない。知っておろう、あれが眠りから覚めそうなのは。もちろんそうでしょうとも。そうでなければその腹黒さにおののいて天に救いを求めるところですよ。隠してことを運ぶのが我慢なりません。契約にはお互いに不利益の義義には協議するとあるはず。契約。アドボカート先生、そういえばバティドと契約を交わしたことは。バティド・バランタイン。契約などありません。それにあんな男の言うことを聞くのはごめんです。どうも腑に落ちませんね。リレ・ブラウは私をよくご存知のようです。はい、教えていただきました。その誰それとなく興味深い。そういえばあなたには先生の言いつけを破った罰を与えなければなりません。何を言っておるんじゃアドボカート。夜に出歩いたくらいで罰などと。いいですから、ちょっと私にお任せなさい。あなたに食い下がるのはそれからです。まずは褒めなければなりませんな。手心があったとはいえ悪魔相手に大したものです。驚きで声をかけられなんだ。リレ君、君のレベルはすでに一級だ。一体身を置いていた魔法教会で習いました。これで幾分か信じてもらえるといいのですが。初耳じゃ。あっちの教会では独自にこれほどの魔法使いを育成できる体制があるのか。分かった、リレ君。ルジェの魔法陣はこちらでもう一度調べ直してみよう。その悪魔をどうにかするという魔法陣を私にも見せてもらえませんか。検証しましょう。そうじゃな、手伝ってもらおうか。契約書には問題に対し協議して対処するとあるからの。なかなか痛いところをつきますね。従いましょう。調査結果は偽りなく報告します。ガンメル先生、実験失敗でキメラが暴れてる。シャルトリューズ先生の実験室が大変だ。なんじゃと。それはいかんな、すぐに行こう。
リレ君、失礼する。忠告をありがとう。まだ何かあるのですか、リレブラウ。その単純に興味からの質問、よろしいですか？もちろんです。無知な質問で煩わされるのが今の私の仕事だそうです。気にしないでどうぞ。アドボカート先生ほどの上位の悪魔はどれくらいのことが実現可能なんでしょうか？なかなかドキドキする質問ですね。例えば？例えばその時間を戻ることができるとか。時間を戻るですって？あなたには想像もつかないでしょうね。宇宙の法則をねじ曲げるにはどれほどのエネルギーが必要で、どんな副作用が起こるか。悪魔の古典に関わるので無理とは言いませんが、準備なしで簡単にできることじゃありませんよ。時間が戻るのはあの夜のバティドの契約のせいかとも思ったけど、バティドはあの場で契約してたし、準備なんて。やっぱり時間が戻るのは賢者の石の力なんだわ。そりゃ悪魔ですから、教会で祈れなんて言われた日にはたまりませんが、大概不可能はありません。流れ星のように早く飛ぶこともできれば、どんな定女でも口説き落とす手札もあります。ドラゴンの牙から千人の兵隊を作るなんてのも難しいことじゃない。勉強になりましたか？はい、ありがとうございました。マルガリタ、ミレ、助けて。先生が私を閉じ込めるのですわ。マルガリタ・フローズンは明け方、入室が禁止されている部屋に入り込んだのです。新入生ね、あなたも気をつけなさい。規律を乱せばこのように厳しく罰しますよ。あの部屋の幽霊たちがそんなに好きなら、特別の部屋へ招待するわ。楽しんでちょうだい。私も若い頃は友人と一晩中語り合ったものよ。ウジだらけの新しい友人を用意してあげるわよ。いや、星の精霊のグリモアが手に入らなかったから、マルガリだったら無理やり忍び込んだのね。このまま放っておくのはちょっとかわいそう。しょうがないな。本当に怖かったんだから。来てくれて。喜ぶのはまだ早いわよ。あれを見て、ほら、カロンがあんなに大勢集まってる。困ったな。こっそり抜け出すのはもう無理みたい。次はあと一つよ。すごい、リレ、私感動しましたわ。あんなに魔法を使いこなすなんて。しかもその星の精霊のグリモワって貸し出し禁止のはず。ちょっとだけ私に貸してくれません？ダメよ、何に使うか知ってるし。これは、そう、特別に貸してもらったのよ。だからダメです。こんな風に嘘をついて回ってたら、きっとヘビみたいに舌が裂けちゃうわ。マルガリタ、一つだけお願いがあるの。何でも聞いちゃう。だって恩人ですもの。魂の器には手を出さないで。私、あなたがひどい目に遭わないように先生にお願いするから。
何のことかしら。リレ、カルバドスはきっとあなたでも平気で手にかけるわ。だから誰か来た。先生だったら大変。隠れて。あの小娘はあの人の恋人や愛人ではないのね。シャルトリューズ先生はあんたみたいな節操なしじゃないって言ってるだろう。口の聞き方は許してやるわ。それで本当なの？あの娘が作られたというのは。ああ、アマレットは先生の貴重な研究成果だ。天使のレースを封じ込めた究極のホムンクルスさ。真理の探求こそがあの方の天分なんだ。いいかい、シャルトリューズ先生は迷惑してる。だからもう先生につきまとうのも研究の邪魔も一切やめてほしい。それとこれとは話が別よ。ハイラムの気持ちは知っているんだろう。ルジェ様は愛した弟子に裏切られて亡くなった。先生からも忠告されたわ。二の舞はごめんです。あいつはそんな男じゃない。ハイラムも見る目がないぜ。これのどこがいいってんだ。ともかくこれ以上研究の邪魔だけはしないでくれ。ガンメル先生が悪魔のザレ言を真に受けて、ルジェ様の魔法は禁止されてしまったけど、ギムレットを倒すための駒はあるじゃない。なめくじにしよう。悪魔には邪魔者を二人も同時に始末できる方法だわ。明日には見てなさい、アマレット。オパールネラ先生はアマレットの命を絶って天使をギムレットにぶつける気だわ。今夜はもう遅いわ。部屋に帰りましょう。マルガリタ、これはお互いに秘密よ。急いで。そうなの、そういうことでしたか。いたいた、ずいぶん探したわよ。もうダメかと思ったわ。あなたは誰？リレブラウよ。なんて言えばいいか。そのちょっと私に付き合ってくださらない？私、オパールネラ先生にここで待つように言われているの。後ほど改めて伺いますわ。ああ、いけないわ。後からじゃ遅いのよ。ともかく私を信じてついてきて。信じて？お互いよく知りもしないのに。あなたは知らなくてもこっちは知ってるんです。オパールネラ先生が来ちゃうわ。お願い、何だってあげるから言うことを聞いて。捕まるとあなたが危ないの。私が欲しいものをあなたが持っているのかしら。もう必要ならいくらでもあげるから。愛でしょ、愛。早く来るのよ。あなた一体何者なの？待ちなさい、アマレット。お前は新入生のリレブラウではないか。見つかっちゃった。こうなったらもうバティド流でやるしかないわ。何をする気です？すぐに魔法陣を開くのをやめないと厳罰に処しますよ。そう、そっちがその気なら仕方がないわ。私の呪文詠唱の速さを知らないようね。なんだ、お前のこの力は。先生、逆らってすみません。でもアマレットを犠牲になんてさせられません。グリマルキ、彼女に眠りの魔法を3日ぐらい眠りっぱなしにお願い。待ちなさい、リレ。最後の夜、
バティドがヒントをくれたわ。悪魔を制するには悪魔、うまくやればきっと大丈夫よ。後でしっかり懺悔すれば。でももし時間が戻らなかったら、私は破滅だわ。し、もう少し小さな声でお願いします。本気で言っているのですか、リレブラウ？もちろんです。悪魔に魂を売り渡すというのは、伊達や水郷で相談できる話じゃありませんわ。若い娘の魂なら特に価値が高い。向こうから手の中に飛び込むなら、こんな儲け話は他にない。それで願いは何なのです？恋煩いぐらいなら立ちどころに解決してあげますよ。いえ、その先生が持っているあの本を、ソロモン王のグリモア、小さな鍵を借りたいの。驚きました。申し訳ないが、条件は飲めません。この契約はなかったことに。待って、アドボカート先生、魂を差し出せば何でも願いを叶えてくれるんじゃないの？いいですか、悪魔にも好みもあれば立場もある。不利な契約なんて、こちらから願い下げです。私考えたんです。ギムレットを召喚して命令すれば地獄へ戻せるって。いけませんか？ほうほう、それならここで悪魔の仕事をしても、あの口うるさいご老体も納得させられますし、自己犠牲の美談付きなら魂の価値も上がります。契約書に以下の条件を追加すれば飲みましょう。まず、私を刺激する魔法陣は使わないこと。そして魂をもらい受ける期日は1週間後。ずいぶんね。でもしょうがないわ。商談に駆け引きはつきもの。これであなたに降りられでもしたら、私もがっかりというわけです。では契約書に人たらしの血で署名を願います。悪魔はこの契約書という証拠が重要なのです。言葉で誓っても、心で舌を出されてはかなわない。言葉なんてそよぐ風に過ぎませんから。悪魔が契約を破るとどうなるんですか？恥さらしとしてあざけられ、地獄から数万年は出てこられはしませんよ。でも私なら心配無用。あなたがそう願っても契約は履行されます。悪魔の取り立てから逃げ切れる者はいませんから。おや、まさか何か企みが？はあ、知っているはずがない。引っ掛けよう。これはきっと悪魔の駆け引き。静まれ心臓。ま、いいでしょう。あなたの計画が失敗したときは、奴にやられる前に魂をいただきます。二人で寝ると少しベッドが狭いけど、しばらくはこれで我慢してちょうだいね。私は構いませんわ。でもいつまでもこうして隠れているわけにはいかないのじゃなくて？そうね、もう 2,3 日よ。ごめんね、アマレット。あら、その鼻の怪我はどうしたの、リレ？あなたってば、寝てるとこっちへずんずん寄ってくるんだもの。2回もベッドから落ちてこれよ。まあ、ごめんなさい。つい嬉しくって、すぐ近くに人がいてぬくもりが伝わるのが。アマレットは私より年上に見えるけど、なんだか随分甘えん坊なのね。生まれてまだ106日目ですもの。人間ならおしめにミルクの年頃ですわ。ガフだよ、ひどいよ、オイラを追い出して。だってあなたは掃除ばかりしてアマレットのフラスコを落として割りそうなんだもの。それより聞いてくれ、言いつけ通りガンメル様を見張ってたんだけど、あ
の御仁、なんだかブツブツ独り言を言い始めて、いやもう一人いるようでもあったけど、それから苦しみ始めたんだ。やばいよね。なんでそれを早く言わないの？大変。ソロモン王のグリモアを使う時が来たわ。はあ、強力だけど大変な魔法陣。なんという魔法陣を。リレブラ、自分がしていることを分かっているのですか？非常にまずいですね。バレてしまいましたよ。私は一足先に安全なところに隠れさせていただきます。アルボカート先生、いつからそこに。そんな誤解を招くような言い方じゃ。いや、何を言っても無駄なようですね。あなたにはすでに悪魔がついているようです。彼女は相当なレベルの魔法使いだ。とても私の手には負えません。バティロ君、みんなを避難させるのです。もう間に合いません。ギムレットが目覚める。わしを無理やり呼び出した愚か者は誰だ？ギムレットよ、ガンメル先生の体から離れて地獄へ戻れ。そして次の命令あるまで控えろ。羽も揃わぬ小鳥がさえずっておるわ。聞こえぬな。わしの意に沿わぬ命令は特に聞こえぬよ。何を言っているの？私がお前を招いたのよ。召喚者が主でしょ。命令を聞きなさい。意地汚く働く低級な悪魔らと一緒にするな。どんな命令も難癖をつけて拒絶してくれるぞ。悪魔を呼び出す魔法陣も古の契約に違いはないが、わしは心よく思っていないのだ。許諾はせんぞ。わしに命令したければその命を差し出せ。ならば考えてやらんでもないぞ。おっと失礼。その娘の魂は売約済みです。残念です。リレブラ、ここまでのようですね。そんな、アドボカート先生は分かっていたの？いいえ、まさか。この悪魔のおじごは地獄では頑固者として有名ですが、ここまでとはついぞ。メフィストフェレス、お前の仕業か。わしと争う気なら相手になるぞ。悪魔同士でやり合うってんなら坊主が大喜びだ。まあそう生きり立たないで。悪魔同士で腹黒い商談をする気なら、一つこの品も値踏みしていただけませんこと。アマレット、なぜ出てきたの？これはたまらんな。罪を犯す天使なぞ悪魔にはたまらん。根などつけられんわ。何を考えているのです、アマレット？約束してくれたわね、リレー。私の欲しいものをくれるって。それは今でも？本当よ。だから逃げるのよ。逃げて。そう、よかった。私の命ちゃんと意義があった。愛してくれる人が私のすべてよ。だから私、救えるならどんな罪だってかぶるわ。どんな苦痛にも悲鳴一つ上げずに向き合える。私がお願いしたの、フラスコを割ったことで。ガフを叱らないであげて、リレー。うおー、しやがった。悪魔には
しいが、天使め、罪に苛まれて消したんだようだ。ガンメルはかろうじて無事か。だが私はとっさに逃げた私がこの有様だ。近くにいたギムレットは灰になったろうよ。もうどうにでもなればいいんだわ。悪魔も魔王も私もアマレット、ごめんよ、ごめんよリレー。でもこうしないとお前を助けられないって。出て行ってよ、あなたなんて嫌いよ。あの子はあんなに私を必要としていたのに、私がうまくやれなかったせいだ。どうしたんだよマルガリタ、そんなに慌てて。リレはこの部屋にいるの？ダメですわ、早くここから逃げないと。まさかまた悪魔が出てきたって言うんじゃ。白状しますわ。私は魔王の魔女マルガリタ、あの方はあなたたちを葬ると言って聞かないの。魔王だって？カルバドスが自由になったのか。マルガリタ、お前が魔王を？私リレを助けたい。あの時の恩を返しますわ。だから逃げないと、この部屋はまずいの。もうあの方が来るわ。だってこの床下が賢者の石の隠し場所への入り口なのですもの。仲間にわざわざ用意してもらったのに、私知らずに文句言って部屋を変えちゃって。この部屋が賢者の石の？そんなことより、さあ早く。お嬢さん、裏切りは見逃せませんね。あの方の命令と処刑させてもらいます。そう何度も毒ガスを吸わされたらたまらないわ。リレ、一緒に逃げてくれる？私もうこれで魔王の裏切り者ですわ。ガンメル先生もオパールネラ先生も戦えない。魔王に対抗できる魔法使いは、どう見ても逃げ道はありませんわね。怖いけど私の魔法陣を見せてやるですわ。あなた一人じゃ無理よ。突破口も開けたようですわ。脱出用のドラゴンも用意してありますの。来て。他のみんなを置いてはいけないわ。あなただけ先に逃げて。そんなの嫌ですわ。リレが行かないのなら私も行きませんわ。随分と歯向かうではないかマルガリタ。魔王様お願いです、逆らいませんから。私たち二人だけでもお見逃しになって。いや、私は用があるんだ。後ろの娘に私のグリモアだ。その小さな鍵を返してもらおう。今は私のものです。困りますね、横取りは。私の死でどさくさに紛れて盗み取ったのだろう。小悪党のように怯えながらポケットに入れて。死人の財産は遺産として分配するのが常です。言うでしょう、墓場まで持ってはいけないと。悪魔め、お前たちの力など知れているぞ。悪魔ができることは些細だが、
あなたのような愚か者を破滅させるには十分ですね。アドボカート先生、助けてください。彼は私の魂とこのグリモアを取りに来ただけよ。みんなが困っていても助けたりはしないわ。その通り、あなたは悪魔をよく分かっています。あなたはここで契約通りに対価を払うのです。目障りだ小悪魔。グリモアを手に入れたら下働きでこき使ってやる。失せろ。魔法使いごときがこの私をだと。いや、そうやだ、これはいけない。挑発には乗りませんよ。マルガリタ、次はきっと助けるからね。カルバドスも倒してみせるわ。次などあるはずがなかろう。聞きたまえ、諸君の弔いの鐘だ。確かに時間切れね。不思議な時の牢獄も今はありがたいわ。次は見てなさい。いや、ありえないとは言えまい。あなた何とか行き来していますね。時間を。賢者の石ならば可能だ。この私がまんまと騙されたというのですね。自分の罪深さに驚きます。ごめんなさい先生。グリモアはもうちょっと借りておきますね。おい、突然飛び出してどこに行くんだよ。先生が出るなと言ったことを忘れてるな。にゃー、大きなネズミを見つけた。新入りね。ガンベルの言いつけを聞かなかったの？悪い子。あ、なんてことだ。また先生の被害者が。あなたを探していたの、偉大な魔女ルジェ。束縛を解いて自由になりたくはありませんか？心はいつも自由よ。退屈はしてるけど。賢者の石がどこにあるのか知っています。幽霊を驚かす気？嘘つきは楽に死ねないわよ。その代わり、オパールネラ先生に言ってギムレットの計画をやめさせてほしいのです。あの魔法はまだできていないのでしょう。よく知ってるわね。あれは私が生きてる頃にいじってた魔法だけど、言う通り未完成なのよ。先生、オパールネラには毎晩あんなに自信たっぷりに教えていたじゃないですか。弟子の前で偉そうにするのは師匠の仕事なのよ。時代遅れなんて言われたくはないじゃない。そもそも私死んじゃってるもの。他の人の生き死になんて実はそんなに興味ないのよね。そんな、先生ひどいじゃないですか。私を殺したのはお前じゃないか。裏切り者、偽りの愛と毒のバラをこの胸に突き立てた。下町の色ごとしにも劣るゲスな男。ベッドで私に囁いた言葉をもう一度言ってごらん。また蒸し返すのですか、ルージェ。あなたが王国に背いて賢者の石を手に入れようとしたからです。カルバドスのように。僕がどんな思いで恐ろしい仕事を引き受けたか。黙れ。お前を苦しめてやる。ずっとずっと。盛り上がっているところですいませんが、もうすぐオパールネラ先生がやってきます。私のお願いは聞いてもらえますか？変わった子ね。なんだか面白そうだから、その話乗ってもいいわよ。愛する可愛い人、
あなたもそう思わない？はあ、どうでしょうか。もう一つだけお願いがあるんですが。あなたの夢なんてぶち壊してやるんだから！何をするんです？オパールネラ先生、やめなさい。今日のあなたは常軌を逸しています。あ、キメラの実験設備が。このままだとキメラが暴れ出すんじゃないですか、先生。オパールネラ先生、やっぱり荒れてる。ルジェの言葉が原因ね。悪いことしたな。シャルトリューズ先生との仲を取り持つお願いをしたのに、諦めろだなんて言い出すから。こうやって乱暴すれば、私自身が嫌なのではなく好意で嫌われてるということにできますもの。なんだお前は。今は取り込み中だぜ。新入生よ、先生をお手伝いしますわ。ああ、先生まずい。あの先にはアーマレットの。いけない、フラスコを割られては困ります。彼女を力でもって制止するほかありません。きっとアーマレットのフラスコだわ。なんとかしないと。話に聞いていた新入生が彼女だと思うのですが、あれほどの使い手ならば大変な才能だ。そうですね、先生。でもこの光景どこかで見たことがあるような。大変、バティド血が出てるじゃない。荒っぽいんだから。なんだよ、お前新入生だろ。俺のことよく知ってるじゃないか。別にあなたに目をつけてたとか気があるとかそういうのじゃないからね。へえ、そういうことかよ。いってってって。怪我人だぜ、優しく扱いよな。ツバでもつけとけば治るわよ、それだけ元気なら。大丈夫ですか？お怪我はありませんか、オパールネラ先生。その気もないのに優しくなどしないで。すみません。しかしあなたがどうこうではなく、私にはそういった相手がいらないのです。もっとはっきりおっしゃって。私は嫌だと。この未練を打ち砕きたいなら。言葉にしてほしいのなら言いましょう。あなたは私に必要ではありません。お望み通り、もう追いかけたりはしませんわ。だってルジェ様に禁じられたのだもの。あなたは魔女ルジェの影響を受けすぎています。あなたが思うほど誠実な方ではありませんよ。言っていませんでしたが、この呪いもあの人の恋人になるのを拒んだからなのです。嘘よ、ルジェ様は私への愛で呪いが解けると。どちらにしても呪いが解けることはありませんね。先ほど言った通りですので。オパールネラ先生。俺、あの先生が泣いてるの初めて見たよ。塩らしくしてると意外にいい感じだな。君のフラスコは持ってきたかね。そうか、こんなことになって本当に残念じゃ。今のところこれしか手立てがないのです。アマレットも理解してくれています。バカな、理解などわしにはできん。だがギムレットが自由になれば、わしだけでなく皇后の魂も奪われるだろう。たとえ火遊びが過ぎても高貴な方の命じゃ。それが私の命の意義だと思われますか。やめてくれ、意義などとわしには答えられん。ホムンクルス一匹犠牲にするぐらいいつものことでしょう。気になさらずに。
許してくれ、アマレット。そして祈っておくれ、私が呵責の霊に苛まれぬように。早くその悪魔を退治してしまいましょう。本当に危ないところでしたわ。イレ君ではないか。ガンメル先生ほどの方がすっかり悪魔に踊らされているように見えますわ。何様かと思えば新入生のリレ・ブラウですね。直ちに部屋に戻りなさい。これは命令です。アドボカート先生、あなたの言うようによく考えたのです。どうするのかを。さあ来るのよ、アマレット。心配はいりません。あの部屋はギムレットを捕らえるために特別の魔法陣が敷いてあります。ネズミが自らネズミ捕りに入り込みましたよ。見なさい、もう逃げ場はありません。素直にアマレットを渡さなければあなたには少し罰を与えねばなりませんね。何をするのです、ボケるにも早すぎますよ。もうやめよう、アドボカート。これがわしの堕落を願うお前の誘惑なのは確かじゃ。愚かですね。ではギムレットはどうするのです。私がきっと解決してみせます、ガンメル先生。聞きましたか、泣かせる話だ。子供がおじいさんの肩を叩いてくれるそうですよ。君は一体。方法は叱るべき時が来たら教えます。アマレットは私が預かりますよ、先生。強引な人。私は物じゃありませんわ。強く手を引かなくても自分で歩けます。あ、ごめんなさい。今は私を信じてついてきて。信じて。お互いよく知りもしないのに。アマレット、あなたは知らなくても私は知ってる。アマレット、知っているのよ。どうしてそんなに私を見つめるの、そんな潤んだ瞳で。もう少しで涙が溢れてこぼれ落ちそうよ。触ってもいい？いいよ。それから覚えておいて、私絶対にあなたを死なせはしないわ。リレ・ブラウン、なぜかわからないけど不思議、私あなたを知っている気がする。もう一度約束するわ、必要ならいくらでもあげるって。中で逃げ出したけど、今日はうまくいきそうな気がしますわ。できなければ火炙りは免れません。命がけでことに当たるのですな、お嬢様。やっぱり忍び込んだのね。オパールネラ先生があの調子だから捕まらなかったんだわ。リレ、どうしたの、こんなところへ。実は私も魔王を自由にするのが目的なの。手伝ってあげようと思って。本当に？リレは仲間なの？仲間じゃないけど用があるの、魔王に。そうそう、私こんなグリモア持ってるのよ。それは私が探してた星の精霊のグリモア。あなたが持ってたの？これなら間違いないわね。言った通りですわ、シャーリー。今日はうまくいくって。おかしい、あなたからは先ほどから敵だという感じしか伝わってこない。魔王様の危機。鋭いわね。困ったわ。
何者です？何が狙いです？いいでしょう、答えるなら。あらら、リレ、体が動かなくなっちゃった。なんだか勝手に動くのですわ。お前を殺してグリモアを奪えば済むことです。お嬢様、魔王様のためにお体を借りますよ。おっと、お前がお嬢様の友人というなら気をつけるがいい。お嬢様の魔法陣を傷つければお嬢様の命を危うくします。さあ、マルガリタから離れなさい。さもないと魂の器を二度と見つからないところに隠しちゃうわよ。毒ガスを吐こうとしてもすぐに分かるんだからね。分かった、離れろ。お前は政府の魔法使いか。外れ、単なる学生よ。シャーリーが。これからどうしたらいいの？魔王の監視役よ。大丈夫、私たち友達でしょ。あなたを火炙りになんてさせないわ。任せて。あ、オパルネラ先生だわ。隠れて。ハイラム、あなたをこんなに苦しめるものが憎い。見ないで、出て行って。オパルネラ先生、僕は決めました。誠実を示すにはまず隠し事をやめようと。12の時に宮廷で魔法を披露するあなたを見て以来、どうしても忘れられなかった。母にガンメル校長からの密使が来た時、僕はチャンスに飛びついた。母を救うためと言いながら、本当は確かめたかった。単なる子供の憧れだったのか、それとも。僕はハイラム・クルアボジェ第三王子です。本名を明かした上であなたに真実の愛を誓う。あなたが陛下のご子息？王家の身分など今の僕には何の意味もない。僕にとって唯一価値があるのは今目の前にいるあなたです。私の心をこれ以上かき乱さないで。あなたは若い、一時の衝動です。一時の衝動、僕には千年にも勝る長い思いだ。これが気の迷いならこの世は全て幻になる。私の本当の年齢を知って言っているのですか？100年近く生きる魔女なのですよ。大人ぶって分別めいたことを言わないで、私の目を見てください。わかりませんか？でもルジェ様は弟子との恋を禁じられた。ならば僕は今すぐ弟子を辞めよう。オパールネラ、時間をお願い、時間をください。それが今の精一杯です。そうだったんだ。ここにいるのは分かっています。扉を開きなさい、リレ君。アマレット、うわぁ、シャルトリューズ先生だ。どうしよう。大丈夫です、開けてください。私から話します。どうしたというのです、アマレット。戻りなさい。いいえ、実験室には戻りませんわ。その中ではやはり私はホムンクルスなのです。そしてあなたの家も実験室と同じ。私が必要としているのは創造主ではなくリレなのです。私は必要ないと？私に作られたあなたが言うのですか？
そうです、私が完成するのに必要でないのです。その言葉がこんなにも辛い言葉だったと思い知らされました。そうですか、私に未練はおかしいですね。リレ君、アマレットは君に任せます。ああ、ありがとうございます、創造主様。よかった、一戦やらかさないとダメかと思った。先生に喧嘩を売るのはもうゴリゴリ。あの先生、おぼつかない足取りで帰ってくぜ。おいらちょっと見てこようか。あ、ガフダメよ、気をつけないと。やっぱりあなたは部屋の外にいるべきだわ。アマレットのフラスコじゃなかったけど、魂の器を落っことしたわね。ひび割れが、中の霊が慌ただしく渦巻いてる。出てくるわ。この部屋では魔法陣を張るには狭い。アマレットはこの部屋にいて、絶対よ。約束破ったら私今夜ソファーで寝るからね。上級悪魔の魔法陣が働いていると来てみれば、あれはカルバドスじゃないか。いや、それよりなんてことだ、あれは私が持っていたはずのソロモン王のグリモアに違いない。一体どうやって私からかすめ取ったんだ。あの小娘が私以上の力を持っているというのか。自由になってみれば目の前で何をやっている。この娘、驚いたことにあの悪魔を呼び出そうとして、どうしてお前などに。もちろん契約の条件を満たすためよ、あなたとギムレットの契約もね。すぐに魔法陣は解け、さもなくば。うわ、話せギムレット。私はまだ終わってはいない。賢者の意志さえ取り戻せばまだこれからだ。カルバドス、お前の命はついえ、契約は終わった。この堕落した魂は働きに見合う対価としていただく。わしを呼び出したのはお前か。寝起きは機嫌が良くはないぞ。つまらぬ用事なら許さん。ギムレット、私と契約を交わしなさい。私の魂でお前に願いを聞いてもらうわ。愚かな小娘がソロモン王のグリモアを手に入れたか。願いは一つきりだぞ、言ってみろ。契約が先よ、悪魔なんて信用ならないんだから。それは面倒と言って逃げないとも限らないもの。愚かな、地獄の淵に勢いよく飛び込む気らしい。いいだろう、その契約書に血で署名しろ。さあできた、早速願いを叶えてもらうわ。殺したい奴がいるのか。世界を支配したいか。言ってみろ、どんな汚い仕事もこなしてやるぞ。いい？願いはあなたが神に帰依することです。なんだと？なんと言った、バカな。さあ懺悔なさい、あなたは今から神に仕え、かけ根なしに善の存在へと変わるのです。わしが？ありえぬ、そんな願いは無効だ。愚か者め、他の願いにしろ。あら、ダメよ、契約書には私の願い一つに対する対価と書いてあるわね。
そして知ってるわ。契約は絶対よ。破ればあなたの力もなくなるのでしょ。メフィストフェレス、お前の入れ知恵か。いえいえ、何をバカな。しかし痛快だ。こんなに面白いことはここ100年で記憶にない。そうですとも、リレブラウ、契約を破れば数万年ほどは地獄から出られぬでしょうね。私が証人として弁護いたしますよ。黙れ黙れ黙れ。ガンベル先生、ご無事ですか。ああ、ギムレットはどうしたんじゃ。小娘にしてやられた恥ずかしさに身もだえしながら尻から地獄へ落ちていきましたよ。おや、安心して気を失われたようですね。しかしどういうことなんです、リレブラウン。種明かしはなしですわ、先生。マジックを解説で台無しにしたくはないでしょ。もういいわ、ゴーレム、下がってちょうだい。床には十分な穴が開いたから。ほほう、あなたの部屋の床下に入り口が。それにしてもうまく隠したものです。確かに通路の奥に別世界へと通じる空間の歪みをかすかに感じます。石はきっとそこです。さて、先生はここで待っていてもらいますよ。なんですって、こんな面白いことを見逃せと。あれは酸っぱいブドウだとでも言わせる気ですか。私が賢者の石をあなたの横からかすめ取るとでも思っているのなら改めてもらいたい。悪魔の言うことを何でもハイハイと信じるようになったらよくありませんものね。あなたの手にソロモン王のグリモアがあるというのに私が逆らって嘘をつくとでも。そうね、このグリモアを返してほしいならここにじっと待っているはずよ。ああ、まったくひどい。悪魔とも平然と取引をする。あなたは実に擦れた魂をお持ちだ。あら、魂は野暮ったくて田舎風じゃなかったかしら。ん？一体誰がそんなことを。すごい数の魔法陣で守ってるわ。カルバトスの宝物なんだし当たり前ね。やっぱりアドボカート先生にも来て手伝ってもらった方が良かったかしら。あれが賢者の石。そうよ、今回は早い方だったわね。それでも十分に待ちくたびれてはいるけれど、あなたは。ううん、聞く必要はないわね。大人びてはいるけれど、私にはもう分かってる。そう、あなたは私。ようこそリレ。事の発端となったこの場所へ。この説明は飽きるほどしたけれど、私は何度もここまで来て、そして戻るたびに全て忘れてしまっていた。グリモアを手放せなかったのね。時間を戻るときに手放せばまた最初からよ。あんまり時間はないわ。聞いて、鐘が鳴ればあなたはまた5日前の夜に戻る。でも時間が戻ってしまった原因は結果として残らなければ矛盾が起こるわ。石を使った事実が巻き戻って消えるのならあなたが時を戻る根拠もない。だからこうして原因である私は繰り返す時間の輪の外にいるの。私だけがこの牢獄に捕らえられて年を経ていく。繰り返す時間に生きる自分を見つめながら
教えて。どうして時間を戻ろうなんて。何度このやり取りを繰り返したかしら。忘れんぼのあなたにもう一度教えてあげるわ。こうなった理由なんて私も知らない。私が最初ではないもの。私もあなたのようにここまで来てもう一人の私に会ったの。二人は時間の牢獄を脱しようと試みたわ。その結果新たにこの部屋に繋がれたのは私。前にここにいた私はかき消えた。消える前に彼女が教えてくれた。その子が初めてこの部屋に来た時に見たのは腰の曲がった老婆だったと。何ヶ月何年どころじゃない。あなたはもう何十年何百年時を戻り続けている。そんなあなたはたった数日で全ての魔法を使いこなしている。不思議に思わなかった？長く閉じた時の中であなたはその時間分魔法使いの経験を積んでいるのよ。今のあなたなら今度こそ賢者の石を砕けるはず。砕けなかったら全てを忘れてまた戻ってしまうのね。気をつけて。下手をすれば入れ替わるわ。あなたが代わりに虜になるのよ。そんな。そして成功してもどちらにしても私は消え去る。いい。おばあちゃんになってもここから出られないなんて私は嫌。私は立派な魔法使いになるんだから。そうでしょ、リレブラ。消えてしまうだなんて。そうやってまた最初から繰り返す気なの。さあ砕いて、そしてこの夜を越えるのよ。その後私は王国の宝を壊した罪とかで王政府の取り調べを受けた。ガンベル先生の力添えで大事にはならなかったけど、石などない方がいい。あんな思いはもうしたくない。私はすぐに学校に戻れたけど、1年を待たず学校を後にすることになった。もう一人の私の言ったように、あの5日間で私は全ての課程を修了していて卒業になったからだ。私はガンベル先生の推薦で王国の魔法院に勤めるようになった。両親も自慢の娘と大喜びしている。私の仕送りで弟たちは町の学校に通えるようになった。アマレットは私と一緒に町で暮らしている。彼女は年を取らない。今では私の方がお姉さんだ。彼女は町の劇場で歌を歌っている。王族の方まで聞きに来るほどの人気で、ちょっとした有名人だ。マルガリタはあれからガンメル先生の保護のもと学校で暮らしていたが、最近どこかへ飛び出していったと聞いた。彼女も今では腕の立つ魔法使いなので心配いらないとは思うけれど、故郷で魔王の残党と戦っているという噂も耳に入ってきた。本当ならある意味彼女らしい。バティドはあの後すぐに自分の国に帰ってしまった。スパイがバレてガンベル先生に送り返されたのだ。政府に引き渡されなかっただけマシに違いない。彼も数年前から移住してこの町に住んでいる。数回恋文が送られてきたが、まだ会ってはいない。その女たらしぶりは私の耳にも届いているからだ。そして塔は今でも変わらずここにある。おお、ガンベル先生、お久しぶりです。先生とはあなたから教わることはあっても、もう教えられることなどありはしません。よくぞ参られた、ブラウ大魔法官殿。嫌ですわ先生、そんな肩肘を張った肩書きなど。
イラも堅苦しいのは好きじゃないよ。お前は確かガフ。そうだな、お前もブラウ君について言っておったのか。先生もこの部屋もあの頃のまま。お変わりなさそうで安心しました。アマレット君も元気かね。ついてくると言って聞かなかったんですが置いてきました。何せ悪魔がいますからね。それでこんな辺境にまた何用ですかな。政府から魔女ルジェの霊のその後の調査依頼が上がっていたので私の方から願い出たのです。これは懐かしい顔だ。シャルトリューズ先生、お久しぶりです。あ、まさかその隣にいるのはアマレット。いいえ、新しいホムンクルスのタレアです。今度は神聖なあの力に迫れるに違いありません。はじめましてタレア、私はリデブラ。もしかして中身はまた天使なんですか。いいえ、今回は精霊の霊素を選んだのですが、錬金術を恐れてこの通り打ち気で。タレアは今私の大事な家族です。きっと何もかもうまくいきますよ。後で私の研究室にも寄ってください。新しいキメラの生成方法もお見せしましょう。もちろんお伺いしますわ先生。また後ほど。全く懲りてないなあの先生は。アドボカート先生、お久しぶりです。リレブラウ、使徒は尊ばねばならない。あなたは礼儀というものをわきまえていますね。マルガリタやハイラムを見ましたか。あれらは私をあの悪魔などと呼ぶ。全く失礼です。すみません、私もさっき言ってました。あいにくハイラム君とオパルネラ先生は共に新たな遺跡調査に出ておって今はおらんのじゃ。オパルネラ先生は魔法でさらに若返って学校にいた頃のあなたと同い年に見えますよ。誰のために若返ったのかは愚問でしょうが、女とはリンゴを取って以来厳禁な生き物です。ハイラムさんとうまくやってるんだオパールネラ先生。よかったわ。この通り部屋はまだ残っていますよ。ルジェは塔から姿を消した。オパールネラ先生の話ではこの部屋を通って別の世界に旅立ってしまったらしい。彼女が戻ってくることはあるのでしょうか。どうかの、気分屋なところは否めぬからの。だが過去にこの部屋から出てきた者はおらん。迷惑な人ですから。今頃はどこかの世界の方を困らせて、そして恐れられていることでしょう。そういえばお二人の賭けはどちらが勝ちそうなんです。あ、まったくあなたという人はあの5日間でどこまで秘密を握ったというのです。悪魔に頼るほど猛録はしておらん。いざとなれば私が解決してみせますわ先生。ギムレットのように私に恥をかかせる気ですか。やめてください。冗談には聞こえませんよ。今のブラウ君の才能ならば悪魔を懲らしめるのもわけはあるまい。才能なんかじゃありませんわ。私は目もくらむようなあの長い5日間を生涯忘れることはできないだろう。リレブラウ、二度と会えないもう一人の私。私はあなたの願い通りになれたのかしら。
立派な魔法使いに